ャンプ、前回がふもとっぱらオートキャンプ場ですね。で今回がですね、なんと3ヶ月前に予約していたほったらかし温泉、ほったらかしキャンプ場ですね。もうね、過去に2回か3回泊まったんですけど、もう小屋付きサイトにハマっちゃって、今回はなんとね、小屋付きサイトありですね。小屋付きサイトありに初めて泊まることができます。今まで泊まっていたのは弟なので、弟の隣にあるシャワー付きのコテージですかね、そちらに宿泊する予定です。いやね、3ヶ月前に予約取った時はね、本当大変だったんですよね。なのでね、非常に楽しみにしております。はい、で今回はですね、雨も降らずにね、行けると思いますので、またいい景色見れたらいいなと心から願っております。ではいつものように道の駅に向かいますね。でい、はい、寝床を確保いたしました。現在午前3時過ぎですね。全然眠くないですね。まあ少しでもね、また仮眠が取れたらいいなと。どうせ眠れないですけどね。ではおやすみなさーい。おはようございます。現在朝7時ですね。結局いつものように眠れず、そして、ポツ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 音がするなと思ったら、恒例のこれでした。おかしいなー、本当におかしいなー。先ほどですね、道の駅を出まして、もうここからは定番の流れですね。いつものスーパーに買い物行って、富士吉田うどん食べて、で、ほったらかし温泉に向かう流れですかね。では買い出しに向かいます。はい、行きつけのマックスバリューさんですね。こちらでちゃちゃっと買い物をして、ご飯を食べに行きたいな、早く。はい、買い物終わりました。今回舞茸のホイル焼きやろうと思ったんですけどね、久しぶりにバターがさ、売ってなくて、でかいのしか売ってなくて、泣く泣く諦めましたよ。まあ定番のね、またディナーにはなってしまうかと思いますけれども、楽しみですね。今からですね、うどん屋さんに向かいます。ごちそうさまでした。うまかった。相変わらず硬かった。ただやはりね、睡眠不足の時じゃなくてね、しっかり元気な時にね、食べたいですね。もっとうまく感じるからね。というわけでですね、この後はもうほったらかし温泉に向かいます。そこでね、温玉揚げを食べますんでね、楽しみですね。見てください、このフルーツ農園の道、これぞね、甲府盆地ですよ。ここはね、ドライブしてて本当にね、楽しいんですよね。気持ちいいしね、目覚めるしね。会いたいんだ今すぐその角から飛び出してき、僕らが生まれてくる、ずっとずっと前にはもうアポロ、その日までさよなら恋心よ。ほったらかし温泉着きました。これ道整備されたな、もっと前揺れたもんな。
やはり混んでますね、いつも来てもね。じゃあここでね、景色を見ながら温玉揚げをいただきますよ。にぎわってますね。あー、いい雰囲気、ほんと独特、ここの雰囲気。じゃあ温玉揚げ買ってきますか。出ました、温玉揚げ、いただきます。うん、見て見て見て、トゥルトゥル、うまっ。ごちそうさまでした。胃もたれが若干ありますね。富士山見えますか？薄くね。え、見えてんのかなこれ。ね、富士山見えますよね。ワインとコーヒー牛乳を買いまして、もう1時になったので今からチェックインしに行きます。混んでそうだな。そしてこの暑さ、これ30度ぐらいあるな今の暑さは。暑すぎる。